一本の釣り針に生命を宿らせる。皮を絞ってあそこに行くんだということで、まあ、そこで使おうとするフライを巻きますよね。もうその時から始まってます。もうその時にこうある程度こうイメージしながら、あ、魚が出てくるとか、自分がこうキャストしている姿をこう第三者的に眺めている自分がいるみたいな、感じですかね。日本のフライフィッシングシーンを牽引してきたレジェンドアングラー、里見義政さん。巻き上げたのは里見さんのオリジナルパターン、パラトレーサー。まあこれはごく一般的に言われていることですけども、夏のフライって大体こう黒っていうのに集約されちゃうような、まあ黒使ってれば間違いないみたいな、だから黒ベースのフライが非常に多いです。夏になるとメインフライと呼ばれる水生昆虫に変わり、渓流魚たちはテレストリアルと呼ばれる陸生昆虫をメインに捕食する。夏真っ盛り、ターゲットはヤマメ、イワナといった渓流魚たち。テレストリアルパターンを用い、岩手県の源流を釣り歩く。よいしょ、これもいいサイズですよ。よし、里見さんが訪れたのは岩手県東部、その大半を山林とそれに囲まれた盆地、そして北上高地を水源とする美しい渓谷が占める。ちょっと水が多いですね。小雨のぱらつくあいにくの空模様、そして増水。最初はちょっとちょっとどんなところにいるか見ながら。イワナメインの源流域、早速ロッドを振り魚の起源を伺う。セレクトしたフライは水面に浮くドライフライ、甲虫を模したビートル系のパターン。おう、早速魚からのコンタクトが出ました。あとはこっから走りましたね。多分この水なんで緩いところに逃げてると思います。いないか、もうね、もうあれですね、イワナだからってもう2回も3回も出るっていうのはこの時期はないですね。だいたい1回。里見さんのシステム、7フィート6インチ柔らかめのロッドに3番のダブルテーパーライン、先端に向かって細くなるリーダーは12フィートと長めのもの、そしてその先に5フィートのティペットを結ぶ。これからフライフィッシングを始める人へ、里見さんにロッドセレクトについて伺った。軽量にしたら、まあ、3番前後で、もちろん癖があってですね、ものすごく硬い竿があったり、もうヘニャヘニャの竿もあるんですけど、まあそこそこよく曲がってくれる竿が使いやすいんじゃないかなと思います。というのは最近は皆さんこうティペットリーダーが長いんですよね。それはもう硬めの竿って非常に扱いにくいので、ちょっとやっぱり柔らかめでこう最後まで乗っけられるような竿っていうんでしょうかね、そういう方が使いやすいんじゃないかと。で、例えば最初になんか買ったとしますよね、すぐ手が慣れると思います。ですからもう一日のうちに朝持てばもう昼前ぐらいには、あ、この竿こういう癖なんだなっていうのは多分分かってくると思います。初心者の方でも分かるんじゃないかと思います。おー、でけえ、ひえ、余裕尺、あー、でっか、ほら、あー、気づかれちゃったね。40センチくらいあった。どっから出てきたんだろう、どっかあの辺からいたんだろうな。
この中入っちゃった。入水し対岸の緩い流れをピンポイントに打つ。はい、しなやかなロッドでタメを作り魚を寄せてくる。白い斑点が美しいエゾイワナ系の個体。はい、よく太ってます。里見さんが嬉しい魚っていうのはどのような魚ですか？やっぱりヒレピンで、それなりに太ってですかね。あとはやっぱりヤマメもイワナもオスの方がかっこいいかな。今日ね、水多いんです。すごく多いんです。なので、まああまりこう早いところには魚入ってないと。あんま入っててもこう隠れてる、その下に隠れてるって感じだと思う。できるだけこう緩く流れるとかフライがとどまってるとか、そういうところをしばらく中心に釣っていこうとは思います。あとはですね、浅いところはある程度こう流速があっても結構食ってくれるんですね。もう本当に手伸ばせば届くような、人間で言えばそんな感じですから、あれなんですけど、あんまり深くて流れ強いようなところはあまり出てこないと思います。ですからいかにフライがゆっくり彼らが食えるようなスピードで流れるとか、あるいはとどまってるかっていうのが肝になると思います。イワナの捕食行動を推測しフライをプレゼンテーション。大型の個体を求めテンポよく釣り上がっていく。滝を高巻き、さらに上流を目指す里見さん。いや、まあこういうのはここぐらいですね。あんまりないと思います。ちょっとポイントが少ないので狙えそうなところはみんなちょっとやってきます。木のところですね。木の根っこのところをやります。手前の方から行きますね。でこれはできるだけこう上からですね、ストンと落としてやるとスラックがこうやってたくさんできます。ですからむしろバックキャストといってもこう後ろを倒さないようにして真上に持ってくぐらいでいいと思います。ラインスラックを出すことでフライをより自然に流すナチュラルドリフトが可能になる。奥に行きます。あれで出ないようだといないと思います。こういう平らなところが好きなんですけど、誰も歩いてなかったりなんかするとですね、かなりこうお尻の方にいることが多いです。ですからまああんまりこう近づかないようにして、ちょっと距離出さなきゃなんないんですけど、ある程度こうやって投げます。水深はあんまり関係ないと思ってもらえばいいと思います。全部が浅いっていうのはまずいんですけど、例えば浅いところでちょっと深いところがあるとかですね、そういうところに入ってます。で浅いほど、まあ本当に5センチ6センチはまずいんですけど、10センチとか15センチぐらいあれば十分ついてることはありますので、まあ、ただいろんなもちろん条件があるんですね。魚がそこにつくのはなんでこうそこにいるかっていうことなんですけど、いくつか理由があって、例えばこう浅くてこう流れ速く見えるんですけど、いくつか流れがぶつかって、その部分にこうゆっくりした流れができるとかですね。そうするとまあそういうところにに餌がこう流れてきたやつが、まあ、ゆっくり流れたり止まったりするんですね。とそれを食いやすいので、もう大体魚いつも知ってるわけです。どこでに餌が来るかっていうのは、自分が停止しているところでどこに来たら餌が来るかっていうのは大体決まってるような感じがします。いくつかの流れが重なるポイント、
白波の立っていない比較的緩やかな流れを狙う。よし。まあまあ。よし。耐光のあるグッドサイズのイワナ、魚にストレスのかからないよう優しく、そして即座にリリースする里見さん。小雨がぱらつき、森は青さを増す。里見さんは雨を気にする素振りも見せず、上へ上へと釣り進める。うわ、走っちゃう。ああ、いたんだけど。よし、った。ああ、外れた。釣れるのはまあベストなんですけれど、釣れるその前の段階、例えば綺麗にフライが流れた、もうこれで何割かは達成なんです。で、下で魚がこう食わないけれども見てくれたとか、ちょっと浮き上がったとか、もうそれでもうかなりの部分成功というか、良かったなーになります。もっと極端なことを言っちゃえば、かかって寄せてきて直前でバレてもあんまりこうダメージがないっていうか、はい。フライに抵抗をかけず、ナチュラルにゆっくりと魚にプレゼンテーションする。魚を釣ること以上に里見さんが追い求めること、きちんとドリフトはできたなと自分で納得するドリフトで魚が反応してくれれば、まあ8割方もいいかなという感じがします。フライケースにはどんなフライを潜ませているのだろう。今回はまあこれくらいのフライが一応ベストには入っています。まあ大体この時期いいだろうなというようなものをセレクトしてきたつもりです。こんなにあっても使わないですもんね。だからここあるだけでどのくらいあるかっつったら、どのくらいあるんだろうな、300、400ぐらいはこう常にベストに入ってるんですね。これは自己満足ですかね、半分は。で、まあ、この時期特にそのテレストリアルっていうものを意識したフライを割と多くは持ってきました。もうこれなんかは典型的なそのテレストリアル系ばっかりで、ちょっと大きめで、存在感のあるフライです。まあ、この辺からこうセレクトしながら釣りをしてきたわけですけれども、まあ、ほとんどそうです。今回持ってきたのはみんなこうテレストリアル系が非常に多いです。で、あとはまあ天気が心配だったもんですから、もし濁ったりなんかしたらっていうので、もちろんニンフもこういうふうに入ってます、はい。それからこちらはウエットですね。まあ、これもあんまり出番はないんですが、まあ、やっぱりこう増水したとか、どうも水面に対する反応が悪い時なんかは使うぐらいです。今回里見さんは一貫してドライフライを使用。メインとなったのはパラトレーサー、ブラックアントといった黒系のもの。やっぱり水面に魚が出てくるっていうのが魅力の大部分だと思います。自然に溶け込み、ループを描き続ける里見さん。よし。まあアベレージっていうとこですかね。はい。ちょっとこの魚見ましょう。これね、白斑がやたら大きいやつですよね。こうアメマス系の
まあ岩手なんか太平洋側はみんなまあ、こういうふうに非常にこう白斑の大きい魚なんです。もうアメマスみたいなね。はい、ありがとう。サイズはもとより美しい魚との出会いがたまらなく嬉しい。まあ、背中の斑紋とかも綺麗ですし、色が時々こう紫みたいな背中になるんですよね。あとはやっぱり視点が綺麗というのがあります。で、視点があって、あと川によっては非常にその全体が赤くなるような。赤く見えるっていうんでしょうかね。そういうイワナもいますね。もうイワナの場合は川によってものすごく個体差があるんで、まあそういうのも楽しみですよね。どんなのが次連れてくるのかなっていうのがあります。里見さんに魚を扱う際の注意点を聞いてみた。やっぱりやけどっていうのはちょっと大げさなんですけど、でもまあやっぱりあんまりあったかい手で触るよりは冷たい方がいい。結構やけどするっていう人がいるんですけど、まあ、そんなに ひどいもんじゃないですね。僕もそうですね、20年ぐらいそのカントリーのあれで魚いろいろいじくりましたりなんかしてますけど、大体どのぐらいどうやったらダメージがあるっていうのは大体わかりますけど、意外に丈夫です。まあ、ただそれだから雑に扱えってことではないんですけど、できるだけ丁寧に扱っております。いるんだけど。コンパクトなループで倒木の際を狙い撃つ。よし、入った入った、クエー、よし、入った。でかいぞ。今までとは明らかに違う引き。精悍な顔つき。天敵から逃れ急流を生き抜いてきた引き締まった美しい魚体。アングラーの憧れ、30センチを超える堂々のシャクイワナ。はい、これ手前はめちゃ速い流れがあるんですよね。で、落ち込みの脇に入れたいんです。ここですね。まあ、とにかく長いリーダーだったら、今ちょっと木にかかってますけど、まあ、こういうふうにかかってもこういうのは利用してもらった方がいいですね。こう狭いループを作ってですね、フライのあたりをトンと置きます。で、できるだけあそこで長いこと、フライがとどまるようにたくさんスラックを入れます。こんな感じですね。狭いループを作ってリーダーが伸びきらないうちに、水面にこうやって置いてしまいます。ただこんなにスラックがたくさんできます。できるだけ腕で軌道を作りますから、そうすればこう狭い20センチぐらい幅だってできますから、でトンと置いてあげる。流れを読みラインの抵抗を加味してキャストする。できるだけゆっくりと自然にフライを見せる。ナチュラルドリフトの理想形。どういう形でどこにペットを置いたらフライが流れの影響を加えた状態でどう流れるかというようなのを、ある程度こうポイントを見たら、まあ自分なりに判断をするわけですね。で、そのペットの形とか置く場所とか、スラックの量であるとか、そういうものは計算しながらやっているということです。まあ、ナチュラルドリフトって言葉がどうしてもこう一人歩きするんですけれど、まあ流れとほぼ同期するっていうようなイメージだと思うんですけれど、流れを見てこの流速だろうって思うスピード
だけではないですよ。だいたいこう流れっていうのはぶつかり合ったりこうせめぎ合ってるんです、いつも。ですからその都度こう流れのスピードがもう本当はもうコンマ何キロかもしれませんけど変わりながら流れていくんですね。それにうまくこう乗せられるように流すのが理想なんじゃないかと思います。ですからどちらかというと少し流れよりゆっくりめの方が魚の反応がいいなとは感じます。速い流れに挟まれたわずかなたるみを狙う。いる。よし。これもいいサイズですよ。よし、尺、オス、オスです。これ、あ、尺ありますね。オスのね、こう口が尖ってるのいいですよね。雨による増水が懸念された初日だが、尺クラス2尾を含むコンディションの良い魚たちがロッドを曲げてくれた。朝光2日目、初日とは別の流れで釣りを開始する里見さん。かなり上流域なんですけど、この川はあのヤマメがすごく多いんです。で、夏ヤマメって1里1匹っていうぐらいこう釣りにくいっていうんですけれど、まあやっぱりあのヤマメの顔も見たいなと思ったので、ちょっともしかすると厳しい条件かもしれないんですけど、ちょっとヤマメを狙ってみたいと思います。里見さんは会心の出会いを求め川を釣り上がる。ヤマメとイワナで釣り方に違いはあるのだろうか。流速的に言ってやっぱりヤマメの方が速い流れの流れるフライでも反応は結構しますし、追いつきますし、なんて言うんでしょうね、まあイワナよりは少し速い目の流速のところを狙っていけばいいんだと思います、基本的には、はい。で、あとはまあ今日若干増水してるんですけど、こういう時は意外にこう避難しているような感じで、イワナが好きそうな緩いポイントで結構出ます。この時期ですからね、あのいわゆるその夏ヤマメっていうとこう大体こう幅広で育って、できればオスですね、口の尖ったやつが釣りたいですね。まああのよほどこうなんていうんでしょうかね、まあ力が弱いっていうのかな、取り残されたような魚でない限りはこの時期はもうみんな立派な魚体になってますから、出れば大体あのすごく小さいのは別として、そこそこのサイズはみんないい体型をしてると思います。よし、これはもうやっぱりイワナっぽいな。ああ、イワナです。紫がかった魚体、グッドサイズのイワナ。はい、ありがとうございます。はい、どういうタイミングになるの？もうあのヤマメの場合はあの反応あったっていうか水面割れたら即合わせますけど、イワナの場合例えば姿見えてこう出てきたりするときちんとこう待たないと早合わせになってしまったりするんですね。あとは口を開いた時にちょうど合わせてるみたいな感じになるんで、ヤマメがそれがすごく早いので、まああの反応即合わせで OK になってます。あの天下の中田なんかは下手すとその水面割らない、水中でギラッとした時点でも合わせるって言いますから、
それくらいこう、まあ、あのスピードは全然違いますね。ちょっとイワナ多くなってきちゃうとヤマメが少ないのかな、こっち。ヤマメこうくるくる回る。よし、これはヤマメでしょ。まあまだあの夏ヤマメという感じではないです。そこまで育ってないんですけど、まあ綺麗なあのヤマメです。非常にあのバランスの取れた体ですね。はい、バイバイ。上流へ登ると大雨の影響で川は埋まり、顕著なポイントが少なくなる。そこで里見さんは下流域から入り直し、養鶏のヤマメを狙う。あの向こうは良さそうです、はい、いらっしゃらないね。よいしょ、はい、ヤマメですね。ロールしてます。あ、そんなに大きくはない。よいしょ、めっちゃ太ってるから、お腹パンパン、幅広で、このまんま大きくなってくれるとね、いい格好のヤマメ。はい、ヤマメ、はい。里見さんが声をかけ、ありがとう、バイバイ。魚への愛情を感じずにはいられない。まず一番はその限られた資源であるということだと思います。ですからあのリリースすれば、今度は次に来た方がまた楽しんでいただけるということですね。それから繁殖期に産卵行動に入ってくれる魚も残っててくれるということは、次世代につながっていくということだと思いますね、はい、でもちろん食べたいっていう人もいるんですよね。ですけど本当は遊びとして皆さんこう楽しんでるわけですから、食うのか楽しむのかどっちですかって言ったら大体楽しみたいって思うと思うんですよね。だからそれはあの自分もそうですし、まあもしかしたら次の人のためっていうのもありますけど、もう一回次にまた自分も来るかもしれない。自分のためにもやっぱりリリースしてほしいなと思いますね。よいしょ、はい、ありがとうございます。思い描いたキャストで理想のナチュラルドリフトを、魚が水面を割って飛び出す。この喜びを知ってしまったらフライフィッシングはやめられない。この日も里見さんは暗くなるまでループを描き続けた。深いと思いますね。そう思うところとですね、こんな遊びにはまっちゃうとやばいよっていう部分はありますね。なんて言うんでしょうかね、例えば仕事をサボってでも行きたいとか、もう解禁とか言ったらですね、もう何とかしてこう有給取ってみたいなとこもあると思うんですよね。だからあのでもそのぐらいこう魅力があるものだというのは確かだと思いますね。で、体が動く限りあの楽しめますし、奥が深くてなかなかその到達点が見えないっていうところがまたいいんだ。
今度まあまあや。よいしょ。はい。随分ちょっとパーマークが特徴的な魚です。はい。ありがとう。バイバイ。